はい、こんばんは。ご先の時間でございます。今回は龍 VS 残儀でございます。はい、ふたちゃんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。龍残儀ですね。これあの鋼の肉体怖いんですけどね、私は。怖いね。これ、まあ、残儀は弾きスクリューやってくるかやってこないかだけど全然違うね。まあすいません、この人はやってきます。やってくるか。この人はやってきます。じゃあもう割り切ってハードを打つしかないな。割り切りですか。あ、うん、その弾きスクリューには割り切り波動とかもう割り切って踏み込むしかないんだよね。あ、なるほど。弾きじゃなかったらどう、まだ楽できたんだ。そう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 。だからもう強い残儀に相手にはもうどんどん前に行かないと、もうきつすぎるから。あ、そうだね。こうやってね、どんどんね、うん、ぶっぱしてって、うん、そうああいうのは大事っすよ。だから、ね、うん、いくら鋼の肉体でも真空食らっちゃたまったもんじゃないからな。そう。わかんない、今なんで入った今。怖え。そこで画面端が結構きついんで。もうやめ、あ、後ろがない、もう後ろがないって思ってんだよね。あ、座れた。あれ。あの弾きスクリューね。怖い。あ、今のあれうまいっすね。うまいね、今食らえて。うん、おお、手出した今。龍よかったよ。今の龍よかったよ。だからね、当たらなかっただけだけど。捕まった。波動拳ぶつまむなく。あれね、ちょっと影ないに入ってんだよね、あれ。下がれないようになってんだ。本当だよね。あれね、ガード、昇竜ガード後にスクリュー。あの、なかなかできないんだけどね、なかなか普通。さすがトッププレイヤーの残儀でございます。あれし、まあ、あれが最大なんだけど、あれしかできない、うん、残儀は。あれを、それをやってるのはすごい。あれしかないものをちゃんと難しいものでやってくると。そう。さすがでございます。あ、おー、いい勝利だ。割り切る勝利、いいっすよ。あ、うん、おー、いい勝利。おー、いいね。これでも残儀は、あ、こいつ昇竜出す系の竜だなっていうのはだいぶ張ってるかもしれないね。なるほどね、うん、攻めながらもちゃんと相手のデータをちゃんと引き出して、うん、そう、まあ、タクになるところだからね、確かにね。そう、ちゃんとガードを入れてから、あの昇竜の普通に取れる残儀ですから、この残儀。なるほどね、ガード入れて、あ、そうか、うん、うん、本来ガードしたら普通歩きスキルしか入らないんで、うん、ね、残儀にはもう暴れ毒の間合いがあるんですよね。なるほど。でもこいつはそうじゃないと。そうこいつはそうじゃない。次はできない、それがみたいな。だからもう龍的にはもう近づいてくるんだしか言えない。でもあ、でもこの龍もうまいっすよ。お、いいね。お、いいね、はいはいはい。で、真空で1回やる。で、あとは削りだね。うん、2回削る。いいな。2回削るかね、相打ちするか。あ、怖い。あー、キャー。もう一つ一つにはなんか魂込めないと龍もうビビってしゃあねえよ、こんなもん。踏み込みが浅くなったらね、残儀相手に踏み込み浅くなったら終わりなんだよ。あ、影の裏で今だ、完全に影の裏で、あれね、下がれないっていう。あ、後ろで、おい、来たいいよ。あれなんだ、これちゃんとやってくるね。やってくるね。うわ、怖いその場で回すんじゃないって、わきゃこう、あれ、弾打たないとああなるんだよね。で、弾打ったら結局、読みのラリアットもらうから。そうだね。そこ読み合いなんですけどね。あー、わきゃあれもね、クイックとダブラリのタクになってるから、そう、見ちゃうんだよね。うん、あの、残儀しか分からんってこんなもん。ユーザーからしてみたらもう分からんってこんなもん。判断できん、やべっ、クイックってことね。判断できないっす。できない。あ、うまいっすね、今。今、またね、今ね。うん。さあ、よかったぞ。画面端を大事にしたい、ユーザー。そう、いける、画面端。あ、まあ、いけ。おっしゃ、真空波動拳ね。おお、素晴らしい。そう、やっぱり陣取りが大事なんで、龍残儀は。なるほどね。うん、今確かに流れ的にはね、龍が攻めてってるからね、今ね。そう。うん、じゃあ、ここまた龍が、じゃあ、頑張って踏み込み。そう。もう、下りがちになるんだけど、龍が。うん。行かなきゃいけない、龍が。どんどん行かなきゃいけない。うん。
基本でも踏み込みは台足はちょっとリスク高いんで中足でいいですね。あ、中足でね。あ、はいはいはい。踏み込み大キックはあのジャンプ大パン大キックもらっちゃうんで。やばい、それやばいね。それやばい。ガンガンって。踏み込みよりリーチになっちゃうんだ。お、いいよ、追い詰めてますよ。うん、これもう全然竜の形。おーいい暴れるね。で波動拳で真空波動拳で終わりです。もう完璧です。お、いいじゃないですか。いいじゃないですかね。おこの残虐にね、ここまで戦えてる。素晴らしいです。竜もただもんじゃないですよ。ただもんじゃない竜やね、これね。リーチ長いな、チョキ。長かった、今長かった。もうアンサチューキックも結局ファイヤーハードとしゃがみチューパーには負けるんで。ああ、はい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 、うん、暴れを待ってるね、今完全にね。もう待ってるね。あー、来た。大キックはこれがあるんですよね。ピオリ狙ったけどピオリなかった。うん、でもすごいね、今ね、なんかああいうこともできるんだね、やっぱり細かいこともねえ。あ、あ、俺がやったんだった。あれ、キャンセル波動を読んで、読んで、うん、まあ普通そうだからね。当たっちゃったあれ意外と、あ、意外と当たるんだよな。当たるね、あれね。なんか全然ダメだと思ったけども、当たってるね。うん。うん、結構、そうそう、クイックじゃなくて、ラリアットは結構、ダブラリア結構伸びてくる。伸びてくるね。うわ、来た。で、ジャンプして、うん、で、今度は今スキルを狙ったかな、今。狙ったっぽいね。ね、ちゃんとね。あれ、当たった。今、違ったのかな。うわ、見た、よく見た。おお、よく立ちガードしたな。今見たね、今。うん、さあ、ここから竜は巻き返せるか。うん、下がっちゃった。逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ。いいよこれはきつい。今のは痛い。あー、怖い。うわー、うまい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 。まあ、しゃあないかな、残機は。今の必要神経は、うん、まあ、当たった、よう当てたよ、今のは。まあ、竜はあんだけよく踏み込みましたよ。あ、うん、はい、長いチューキック。はい、止めたかった。まあ、でも読みは合ってんだよね、多分ね。うん、うん、うわー、拾った、しっかり拾った。竜投げに行ったな。うん、まあ、今あんまね、あんまり投げないと思ったんだけれども、ちゃんとそこしっかり押さえてきたね、ランジの。おー、ビリッとビリッと。さあ、こう、まだ真ん中、真ん中。うん、竜いける。いけるね、この竜はね。お、竜の応援していいのか。いいんじゃない、いいんじゃない。じゃあ俺だけの応援しようか。さあ、うぅぅ、なんか竜、キック系の技出てたけど、ね、なんか、弱キックか、中キックだよね、あれ。弱キックっぽいね、弱キックっぽいね。あれ、外から吸ったのかな、今。ねえ。うわ、気持ち悪い。うまいな、今のうまいな。これ負けたね、はい。まあ、管理がやばいですね、この段に。うん、なんかね、他の人よりもね、2ドットぐらい外から吸うんだわ。ね、一番遠いところで吸ってるよね、この段。本当に用できるわ、もう。お、もう当たったね。あ、投げた、いいぞ、いいぞじゃねえや。あー、あー、もうない。あ、残った。やべ、真空読みだね、あ、いいよ。ゼロドットかな。俺は動かねえぜ、うん、俺は動かねえぜ俺は動かねえぜ、ほら来いよ。動かねえぜ動かねえぜ真空だけだけ、おいったいった、あれ減らねえ、減らなかった、今死ぬ。あーだよね。うーん、でもあの投げで死ななかったらちょっと不運だった。あれは不運だね、ね、さすが鋼の肉体だけあって根性値は高かったみたいなね。高かったね、あれ全然、うん、竜は知ってくれよって感じだったけどね、竜試験。ええー、と思ってんだろうね、うん、じゃあ多分ね、じゃあこれ、ね、ちょっと負けじと、ね、今のはしゃあないって割り切らないと竜負けるからね、これね気持ちを切り替えて引きずったらかんからな。そう、引きずったらかん、うん、いいよ、押してるよ、押してるよ、はい、差し込まれた、はい、来た、大丈夫、離れる、大丈夫、そう、離れる、よし、いいよ、中キックに変わってるね。うわ、うわ、ん、うわ、ん、うわ、ん、再ヒットしてる。あれ、むずいですけどね、コンボ選択。おいおいおい、このダンギーちょっとおかしいぞ。再ヒットしてる。結構、コンボ言うの結構難しいんだよね、結構、あの、
外とね。難しいと思うよ。難しいね。どうやるの？すごい。さすがです。割り切りファイヤーが来ました。割り切りファイヤー。割り切りファイヤー。こいつは違うと。割り切りだ。結局割り切らないとね、やっぱり弾きがミドルがきついから。そうだね。そう。まだ打ちすぎてもね、微妙。しゃあねえ、もうしゃあねえ。標準装備やばいね。標準装備これほんときついね。これしかないものをちゃんとやってくるってのはやっぱほんと素晴らしい。うん、プロデューもあんまり今まで やられてないと思うよ。うん、え、何これ逃げれないじゃんって思ってんじゃない。あれ俺勝利でガードさせたけど逃げれねえよって、なんでって。本来なんかあんまり取られないんだよな、あそこ作り、うん、そうだよね。うん、うん、プロデューもこいつは違うってことだよね。うわ、切り替え早かった今。ジャックからだ。あんな分からへんわ。それでお前離れろと。うん。あ、やだまい、やだまい、やだまい。あ、来た、よし。おい、生き残った、生き残った。ちゃんと対空、昇竜と立ち台キックで切り替えてますね。ちゃんと待ってるね。偉い。うん。さすがです。さあ、陣地取れるぞ、これで。あらー。お、いいよ、竜の形。あー、これまずい。お、ゲミちゃん取った。おお、取ってるね。俺も忘れる、あれは。ハイドは結構ね、受け身取りづらいんだよね。なんかね、押してないんだよ、ボタンを。うん。まだいけるよ、まだいける。うまい。大キック。足払いの無理に作る。うわ、勇気のあるタイプ。あれね。怖い。くれよって思うよな、流出点は。本当だよ。それさえ許さねえっておかしいだろこれ42か。ああ、影ぬ、42か ?3 人、あ、ごめん、俺間違えてるね。42ですね。はい。あとで直してください。42ね。うん。うん、で、でもこの竜、検討してると思うよ。うん。お、投げました。ああ、でもな、でもな、これはきついかな。もう後がない。いける？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 まだいけるか。真空溜まるからいけるか。いけるな。動かない。じわ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 。あ！ミスった。中和真空入れ込みかな。うん。あ、しょうがないね。しょうがないしょうがない。うん。あるある。あるあるです。いいね、燃やした。うん、で、これ陣取る。あー、対空したかった。今のは対空したかった。うん、さあ、これまだスクリュー来たよ。うおー、なんか今ちょっと外だね。ちょっと今アントビ失敗。うん、アントビ失敗でしたね。うわ、当たった。そして苦しい竜。あー、まだ打撃が続いた。あー、これで勝ったのだね。さあね、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。